ケープカナベラル空軍基地第5発射施設はフロリダ州のケープカナベラル空軍基地にあるロケット発射施設である。レッドストーンや観測ロケットジュピター C の打ち上げに使用された。この車上はアラン・シェパードが登場したマーキュリー・レッドストーン3号の弾道飛行で有名であり、この飛行はアメリカ人初の有人宇宙飛行であった。ガスグリソムのマーキュリー・レッドストーン4号もここから。 打ち上げられた。発射に失敗したマーキュリー・レッドストーン1号、無人で弾道飛行をしたマーキュリー・レッドストーン1英号、チンパンジーのハムを乗せたマーキュリー・レッドストーン2号などもここから打ち上げられている。1956年から1961年まで合計23回の打ち上げがこの LC-5 から行われ、うち16回はレッドストーン、7回は ジュピター C だった。LC-5 は現在ミュージアムとなっており、マーキュリーレッドストームロケットの打ち上げに使用された当時の装置がブロックハウスの中で展示されている。ありがとうございます。